まあ実際あれですよ、やっぱちょっとすごいですよ。正直。タレミナ。The big news right now. 張り方が。ちょっとね。NFTC is Diagon Food. やっぱり食べるとどうなるかっていうと人間脂肪がたまるんで、それ良くないなと。そうね、やっぱりいやまあそう見た目も悪いん、見た目が悪いのももちろん嫌なんだけど、はい、正直見た目だけだったら俺は結局そんなに多分結局ダイエットしなかったなって思って、あでもやっぱそういうそのこうなんて言うんだろうな、その全然自分をこう律してないやつがいくら野試合勝ってんのに大会でなんかちょっとこう動きがおかしくなるって、はい、心の弱さでしょ、yeah. 心の弱さです、そうそうです、心の弱さじゃん、はい、心が弱いのは何でかなって考えた時に、はい、やっぱこの食欲だなって思って、はい、食欲とかそういうことだなって思って、はい、そしてなぜかフードさんも痩せることになった。俺もやっぱり優勝してたら別にもう太りちらしいんですよ確かに別にうちらもそうじゃないさ、勝ってたら別に太ってるから勝ってるんだよ。そうそうそう。そこ関係ないからみたいな。むしろ太れっていう話だったんですけど、うん、やっぱ俺3位が多いわけじゃないですか。そうですね。これやっぱ。やっぱデブだからだよ。デブだから。でしょ？うん。痩せた時はだって優勝だから大優勝だ。痩せる時2位とか3位とか取ったことないんですよ。なんか、すげえな。タイムリシルが優勝がみたいな。うん、俺もでも痩せた時はね、上まで行って死ぬってあんまなかった。そうなんですね。あのそんなデブ2人のために世間の声を集めておいてって聞きましたんで、あのツイッターの方ちょっとね、世間様の声がございますので、ちょっと見ていただけます。はいはい。Alright, ready? These are the Twitter users. Ready? なんて書いてますか？いやいや、見れない。出てない。あれか。じゃあ左、梅原の方行きますよ。よく見なくても梅原太った。梅原やばいほど太ったな。梅原ちょっと太ったか。格闘ゲームとか一部のゲームからの視点だと言ってることに関しては同感さ。ただ個人的な考えだけど、RPG とか対戦要素がないものとか他人と競う要素が薄いものに関しては当てはまらないかな、丸、梅原太った。まあなんか、なんだこれ大喜利みたいになってるね。どうしたら、つうか梅原太ったな、梅原本当に太ったな、梅原太ったフィーリン、筋肉質には感じないし、ちょっと前筋肉性に見えましたよね。そう、今最近やってない、梅原太ったな、梅原太ったな、梅原さん絶対太ったよね、梅原太ったと。俺も久しぶりにフードさん見たけど太った感じするな。フード太った思わんて、昨日3年にしためフードめっちゃ太ったなって。これバーチャーですよね、直接フリーリプレイ来てるやつじゃない。フードさんちょっと太った。フード太ったおっさん、おっさんきついっすよね。正直ね、太ったよりこれ多分太ったであんまダメージ入ってないんだ。梅原おっさんで多分これ検索かけた時の多分ショックだと思うんですよ。俺？おっさん、そうか。いやたまに、いや俺ね、おっさんだとおっさんじゃん。まあそうことなき。だからそれはいいんだけど。たまになんかそのほら俺結構ほらなんかなそのまあ顔が出る機会が多いじゃん、はい、ほんでなるべく見ないようにしてんのね。だからたまに目に入るんだよ。なんかそのドキュメンタリーとかのとかインタビューと動画とか映った時に目をそらすね。確かに俺も鏡最近見ないですもん俺、うん、そんなその自分の姿を見ない2人の時に写真も用意してもらったら、下にちょっと撮ってもらえますかね。これ、はい、These are some old pictures we have. Whoa, who's this guy? Could I drop this mic? He's gonna set it up real quick. はい、はい、これをこれはどうですか。あ、これ俺の若かりし頃ですね。この時あの優勝してます。この時優勝してます僕。これはもう、だって俺これはね、ひどいって。これ誰でしょうって話ですよね。いや、これは本当にひどくて、わかんないもん。逆にもう、うん、誰だかわかんない。いや、you don't even know who that is. だけどこれこんな感じでしてずっと。眼鏡外してみて。So take your glasses off. See if you match it. まあ目は優しくなりましたよ、なんか知らない。あと目は一緒か。目は一緒だけど、それ以外は本当に違いすぎて。で10年以上前ですから。言うでも。それめくってもらえますか。上の方にしたから。よくちょい。でゲットです。うわすげえなお前。あけどゲームアップになった。ゲームアップになった。いやあのね、いや。あのね、なんかおばさんになった。
性別変わってる。ババアだよ。すごいなこれ。確かにあの途中俺バーチャー勢になんかだからおばさんの顔だもん。主婦になってる途中なんか親子みたいになってる。お母さんだよお母さん。きついな。これはすごいな。待ってこれより太んの写真あんの俺もしかして。あ、うお、美少年。誰ですかこれ。美少年。見ました。俺ビューティフルヤング。かっこいいかっこいい。かっこいいな。かっこいいよ。かっこいいじゃん。お、顔細いな。え、ここで終わらしとく？いたらしい。ここで終わらしとく？これはいつだでも相当前だな。いやこれさ、ちょっと待って悪意あるっていうか、そのさ、タオルタオルはアイテムとして。です。そうね、こういう、もう一枚ですけど これもだいぶインパクトあるな、うん、だいぶ変わったな、だってパンツ変わってんじゃん整形した可能性あるこっちが最初いや、これねこっちが最初なんか、なんか凶悪犯罪を犯して何としても逃げなきゃいけなくてタイガーウッズと同じ効果せっかくあったらちょっとアンドレじゃん。でも今アンドレ痩せてますからそれで。えとか別に。ちょっとだもんね。そう。怖、うん。全然他の俺と梅原さんのその差に比べても、うん、確かにあれですね。うちら結構やっぱ辛い良かったかもしれないです。元はいいんだよ元はまあまあ。こういう人形とかも今後太らせますよこれ。腹出させますから、ね。いやなんならこれもちょっと太ってるもん。もうちょいシュッとさせるって。いやもう衝撃的だわ衝撃映像だわ本当に。